안녕하세요마모입니다 마이탄です。明日から韓国に行くのでパッキングしていこうかと思います。帰りもパッキングするので今回の動画は行きと帰りのパッキングです。とりあえず今渡韓に必要なものはまずは ETE だっけ、なんかそんな感じのビザを申請しないといけないんですけど、それはもう簡単にネットでできます。韓国に行く72時間前とかに申請しないといけないので忘れないように。1回申請したら2年間有効らしいです。でなんか申請した後に有効期間とか書いてあるページを、まあ、自分で保存してそれをチェックインのカウンターで見せるって感じなんですけど、まずそれが必要なのと、あとは Q コードも登録しておくと便利なので Q コードもいるんですけど、それは3日前くらいから健康状態のところも記入しないといけないから発行できるのが3日前とかなんですよね確か。あとはパスポートと、まあ、そんぐらいじゃないですかね今入国するのに必要なのは。帰国するときに必要なのが3回目のワクチン接種をしてればもうその証明書だけでいけるんですけど、してない人はPCR を72時間前に受けないといけないんですよ。で私も2回までしか受けてなかったんだけど PCR 受けるのさめっちゃ高いしめんどくさいから、帰国してから日本でワクチン3回目打ちました。今回韓国行くのはもう YouTube 撮影ですね基本的には。あとは向こうの、韓国の方の事務所の撮影とかもあるんですけど、基本的には私のチャンネルの YouTube 撮影のために行くので、まあ企画的になんかこう服とか爆買いあっちでしようかなって思ってるので、今回はねもう服とかは全然持っていかないし、めちゃくちゃもうコンパクトにして帰り荷物パンパンみたいな感じで帰ってきたいなって思ってます。ということで詰めていきますね。私のキャリーはね一番もうでかいサイズ、多分 LL とかそんな感じです。めっちゃ大きいやつですね。まずこれに入ってるのはですね服なんですけど、今もう11月なので韓国がめっちゃ寒いんですよ。ダウン着てる人もいるって聞いて、なのでヒートテックとデニムとかは私サイズがねなかなか合うものがないので向こうで買うのもちょっと厳しいかなっていうので、デニム2着はこの中に入ってます。それでトップスとかをめっちゃ買おうかなって思ってる。コートとかさ、まあ、下着とかも韓国で買ったんだけど、なんかそれはネットで買ったの。でなんかその送り先を友達の家にして、友達の家に今ね私の荷物が送られてるって感じなので、それもあっちで受け取れるから、上着もあっちで買おうと思ってて、ダウンとかもなのでほぼあっちで調達って感じです。あー2個目です。これは下着とパジャマとあとこれです。あのフィットピックスのアルギニンとイエローはもう、あのイエローは毎日飲んでて、アルギニンはもう私毎日撮影あるから撮影の前日には絶対飲んでむくみを取るっていう感じで持っていきます。パジャマは絶対必要ですよ。なんか私基本的に韓国行った時にホテルにほぼ泊まったことがなくて、いつもゲストハウスなんですけど、ゲストハウスは基本的にパジャマないので、私パジャマないと寝れないので、パジャマは絶対持ってきます。でこれ3個目、これが何かっていうと、まあもうスキンケアとか入ってるポーチ。もう荷物を増やしたくないからね、シャンプーはもうこういう使い捨てのやつを薬局でめっちゃ買って、スキンケアとかもすごいなんかこれぐらいの試供品サイズのやつとか持ってきます。もう韓国用のポテトアイロンは絶対に持っていく。これはあのコンセント系です。 C タイプ韓国では。これが圧縮袋です。帰りはもう服が別にシワシワになってもいいから圧縮してちっちゃくして帰ります。まいちゃん失礼します。毎日が入れないので、これ入れます。ごめんなさい。うわなんか結構多いな意外と。あとは靴、なんか私行きは
ナイキのセットアップ、スウェットのセットアップで行こうと思って、まず成田空港行くのに、まあ1時間半ぐらいかかるじゃん。韓国着くのに2時間半かかるじゃん。それだけでまず4時間で。で、成田空港からゲストハウスまで行くのに1時間半ぐらいかかるから、5時間半移動。だから、私いつもラフな格好で行って、向こうで着替えるみたいな感じなんで、行きはもうスニーカーで行くんだけど、向こうではショートブーツ履こうと思ってて、ショートブーツは持っていかないといけない。これです。そんでキャリー以外にもバッグ持っていくんだけど、このなんかボストンバッグを持っていきます。これを機内の持ち込みにして、帰り大量に服とかこっちにも入れれるから、コスメとかね、必要なの。そんで私は里親からカメラとかも必要だしって感じですかね。荷物はこんな感じです。多いね。次は帰りのパッキング。あにゃーん。私あさってに帰るんですけど、買い物をめっちゃしすぎちゃって、多分キャリーとこのボストンバッグだけで絶対に入らないから、郵便局から荷物送ろうと思ってるので、ちょっとすぐ明日送れるように、もう今からね帰りのパッキングをしていきます。で今日今めっちゃ夏みたいな格好してるんだけど、今さ借りてるゲストハウスが半地下なので、めっちゃ湿気がやばすぎて超暑いので、こんな感じです。今ですね、ウォニョンちゃんとかやってるメイクさんにメイクを受けてきたんですよ。今ちょっとアイドルみたいなメイクしてもらって、いつもとちょっと違う。あんま気にしなくていい、そこは。今はパッキングが大事だから。なんか私はいつも帰るときに、まあ、基本的にさみんな知ってると思うけど、海外旅行とか行くときはさ、飛行機の中に自分と一緒に持ち込むバッグの中には水分とかクリームとかそういうもの入ってるもんとさ没収されちゃうから、だからもうそういうのは全部キャリーに入れて、なので服とかを私はいつもボストンバッグに詰め込んでるって感じなんですけど、もう詰めるのがほんまに嫌。部屋が狭すぎて撮影ができなかったので、家に帰ってなんか買ったお洋服とか全部紹介しようと思ってます。なので一旦もう一回着た服は全部圧縮袋に詰めて小さくします。今回アウターを結構買ったのとさ、やっぱ1週間だと早い、あっという間でした。でも私なんか毎日服買って、何かしら毎日服買って、なんかどんどん増えていってそりゃこうなるわって感じで、私今回はその森林浴っていうところで宿を借りたんですけど、そこにさすごいさ安くてさ可愛くていろんなジャンルを売ってて、あそこはねツイッターとかで紹介したんだけど、めっちゃ持ってきたじゃないですか。一回も着てない。マジそれ荷物。なんかシャネルみたいなやつを買った。別にシャネルだと思って着ないからいいんです。で着てない服はボストンの方に入れます。今回15キロなんですよね。帰りも。で絶対15キロは 100% 超えるから、まあ、普通に超過料金払おうと思ってるんだけど、まあ私いつも25キロぐらいになるから。超過10キロ超えたら1万円ぐらいかな、プラスでいつも払うんですけど、まあそれは全然いいのよ。で見て、ここにねダウンとねコートもあるんですけどね、帰りはねこっちを着てくからね、これも2つとも持って帰らないといけなくてね、どうしよう。意外と入りそう、全然余裕。あにょん、バイバーイ。私が今日郵便局で荷物をちょっと送ったので、その郵便局で荷物を送る遅
送り方をちょっと설명해줄게요。郵便局のアプリがあるんですけど、住所とか入力して先に申請するともっとすごい簡単にできるんですけど、まずこのアプリを開いてグッチャウピョンっていうとこを押します。で EMS なのかグッチャソポなのかっていうのが出るんですけど、 EMS はめっちゃ早い、なんか1週間とかで届くけどめっちゃ高いんですよ。なので私はいつもグッチャソポっていうのにして、これだったら、まあ、船便かあのピヘンギかって選べるんだけど、ピヘンギでも2週間以内には絶対届く、1週間ちょっととかで届くかな。だからそんなに EMS と何日かしか変わらないから、こっちの方がちょっと安くなります。でこのボネヌンブンっていうところに送る人の情報を書くんですけど、自分じゃないですか。でそこにね住所とか書かないといけないんだけど、それは、まあ、今借りてる私だったらゲストハウスとか、まあ、ホテルとかでもいいんだけど、一番いいのは友達かな。私は友達の住所と電話番号借りてそこに書いたんですけど、もし何か香水とかさスプレー系とかさ送っちゃいけないものを間違って入れてて送り返される時があるんですね。そういう時にその友達の家だと受け取ってくれるし、まあ、友達に後からねお金払えばまた送り返してくれるから中身抜いて、なのでなんかそういう人の住所とかを借りて書くのが一番いいんです。で次が万年文なんだけど、これが自分の住所ねを英語で書かないといけないから、それはネットで検索したら住所変換できるようになるから英語の住所に変換して書きます。その後にネオンプンっていうのがあるんだけど、これは何が中に入ってるかっていうことなんだけど、コードで書かないといけないんだけど、コードは絶対わからないから痕跡っていうところで痕跡するんだけど、例えばモモの場合は服だったからおって入れて痕跡したら、おのコードが出るか、それを選択して、それの服が何個入ってるのかとか、だいたい価格はいくらなのか、ドルで書かないといけないんだけど、それを書いて、で、私はあと、お菓子も入れたから、お菓子って検索して、で、お菓子何個入ってる、いくらとかっていうのをやって、そしたら、もし、その変なものとか入ってて、送れなかった場合に返送しますかみたいな感じのとこなんだけど、私はとりあえずハンコンピョンバンソン、なんか飛行機で送るあの返品しろっていうのを選びました。よくわかりません。で、あ、その上にハンコンかソンピョンって書いてあるんだけど、ハンコンだったら飛行機、ソンピョンだったら船、船がすっごい時間から1ヶ月ぐらい安いけどね。だから私はちょっと早めに欲しかったから飛行機を選んだんですけど、あとはこのチョンゼドンギして、あの身長のピミルバノが必要だから、それはもう4桁自分の好きなやつにして身長でしたら、身長の画面が出るからそれスクショして、一応あのメールアドレスも書くからメールアドレスにも届くんだけど、メールアドレスはなんかその G メールとか海外でも使えるアドレスにしてね、なんか au とかドコモとかだとこっちで受け取れないから、そういう感じにして、それで郵便局に行きますね。郵便局はまあみんな地図のアプリ持ってるでしょ。それで郵便局ってウッチャックって調べたら出てくるから、まあ近所のチェック行って、行ったらねこのバックス数を変えるの、これが1から5までサイズがあって、5が一番大きいんだけど、私は今回服があってアウターだったから5にしたの。230円くらいで買えるんだけど、こうやって積み重なってるのを選んで、なんか職員さんにこれ欲しいですって言ったら機械で買わせてくれるか、あるいはもうそれに詰めちゃってこのボックスも買ったので一緒に協力してくださいって言ったらそれでもできる。で、あの海外のやつは重さで値段が決まるので、箱の大きさじゃないからビビらずに全然大丈夫で、その箱を全部詰めて、テープとかもねそこにあるから、それでテープでたくさん留めてから、このウピョンって書いてある方の整理券を取ります。呼ばれるか上の方にピロンみたいな感じで出るから、呼ばれた時に行って、重さ測るなんか体重計みたいなのがそこに載せて、それであのさっきスクショした身長の画面を見せれば、なんかその身長コードみたいのが書いてあるから、それで
やってくれる。そしたらもう別に住所の書くとかもなく、そのまますぐできちゃうので、それで私の場合は 4.7 キロぐらいで5200円ぐらいだったんですけど、でカードは私は普通に日本のクレジットカード、ビザだったら普通に使いましたので、 JCB 使えるか分かんないけど、まあビザとかマスターだったら使えるんじゃないかなと思います。でそれで拒絶したら、最後になんかその A4 の紙で明細くれるから、それ絶対もらって、でそこの住所とか間違いなく確認して、もうそれではい終わりって感じなんで、すごい簡単にできちゃうんですね。キャリーバッグでさ、すごい重くなってさ、追加する料金と大体同じだからさ、送ったらもっとなんかこう気軽に行ける感じになるから、もうぜひみんなも郵便局でやってみたらいいと思います。こんな感じです。バイバイ。